はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、こちらの話題、ニューの光、オイル有効感しませんよ、嘘800劇場ね。昨日 ONU 交換ね、蹴られましたっていう投稿をいただいて、ちょっとね紹介しましょう。で3番目なんだけどもね、この方今朝ね、投稿いただきました。おじいコメント採用ありがとうございました。実はあの後にもう一度メールしたら次のような回答が返ってきました。 AX 対応 ONU への交換をご希望とメール拝読いたしました。お客様の回線が置かれた局舎側の機材に合わせてネットワークを設計し、それぞれのお客様に多く一緒に機器 ONU を決めております。そのためAX 対応 ONU への交換は受けたまわっておりません。ご期待に添えず申し訳ありません。それに AX 対応 ONU への交換には設備の確認が必要となります。設備の確認には日数がかかる見込みでございますので、ご検討をお願いいたします。これやばくないですかってことでね、まず1点目としては、AX 対応 ONU への交換には設備の確認が必要となるから、その確認には日数がかかりますよってことなんだね。でもおじいを含めて他の視聴者様交換もした時はもうそのまんまね、電話対応にしてもメールしてもすぐにね、パッパッパッと処理ができました。おじいもチャットのごとくね、パッパッパって決まったでしょう。でなので、その AX 対応 ONU の交換、じゃあ AX 対応 ONU では なかったらじゃあ OK なのかっていうことなんだよね。これね、 AX 対応って、この AX 対応ってこの iPhone とかね、この皆さんが使う Wi-Fi の端末からこの ONU でのこのやり取りのお話なんだよ。ここのやり取りのお話なんだよ。で、このね、で、このお客様、このお客様には、AX 対応 ONA の交換には、設備の確認が必要な日数がかかるよって書いたあるにもかかわらず、この前者の方では、AX 対応 ONA の交換は受けたまわっておりません。だ、AX 対応 ONU への交換は受けたまわっておりません。ね。AX 対応 ONU への交換は受けたまわっておりません。受けたまっていないのに、設備の確認には日数がかかるっていうね。なんとも。で、その、局舎側の機材に合わせてネットワークを設計し、それぞれのお客様にお送りする機器。だ、これはね、結局無知なバカだったらこういうことを書けばわからないだろうってね、バカにされてるってことなんだよ。だってこの ONU とここまでのやり取りの速度の話であって、でそれが早いか遅いかだけの話で、この ONU がこの要は局舎ね、局舎側の機材に合わせて、だってこの局舎側の機材と合わせて交換できるものがある、こう互換性がある互換性がないってそんなのがあるのっていうね、これはねちょっと苦しいわけだよね。で過去に同じ例がね、昨日の動画でもしつこいこと言ったんだけども、在庫がない時にいろんな言い訳をするんだね、嘘800でね。で過去にソニーの ONU だったかな、今普通に交換してくれるけど、前はキュリアロックを申し込まないと来ないっていうね、そういう時があったんだけど、で在庫がない時はお客様の地域はそのシステムに対応しておりませんっていう。そキュリアロックって Wi-Fi でただオンオフでガチャガチャってやるだけのもので、それが電波でアプリで連動して使うものがその地域に対応しないってどういうことなんだろうっていうね、おかしいよねって動画にしたことがあるんだけど、結局物がなかっただけなんで、ちょっとまたちょっと経ってから申し込んだら普通にできる、何だったんだあれはみたいなね、お客様の地域はご利用できませんってことで何だったんだっていうのがね、結構何件も紹介したよね、そういうのがね。
まあそんな感じでね、何パターンかあるんだけども、結局バカ相手にこうして難しいこと書いておけばわからないだろうっていうね、諦めるだろうってなめられてるってことなんだね。でも結局サポート側の方がバカなので言ってることが矛盾してくるっていうことなんだね、これがね。はい、じゃあね、これは小谷さんね、私は相当諦めが悪いんです。サポートと30分ほどチャットでやり合って、その後電話でも1時間ほど粘ったのですが、最終的に 660P の在庫がないとの理由で答えられました。在庫不足の死因は不明。サポートも担当者を3回変えてそれぞれ粘って交渉してもダメでした。多分おじいが甘くいったのは戸建てタイプの契約で優先されたのではないかと。私の場合は料金が安いマンションタイプの契約なので後回しにされているんだと思います。チャットやメール問い合わせもマンションタイプは窓口が別。 660A の在庫がまだ残っているうちは 660B の交換は難しい気がします。来月でも再度トライしてみようと思います、ということでね。で、この翻訳婚約さんはまだおじいのチャンネル見始めて、書き込みし始めてまだそんなに日が経ってないんだよね。で、この翻訳婚約さんは知らないと思うけど、再生リストをね、ユーロ比較の再生リストを見ると、これと同じ質問がね、過去にいくつも対応してるよね。マンションタイプだから交換してくれないじゃないかって言ってた人が過去に何人もいたんだよね。で、おじいが動画作ったんで、マンションタイプは F660A に交換してくれないのって。そしたら、いや、マンションだけでやってくれたよ、うちもやってくれた、私もやってくれたってね、たくさん言ってくれて、じゃあマンションタイプだから交換してくれないってことはないよねっていうことで、その時はお話が終わったんだね。なので、まあ、いつの日にも、まあ、なんとなくマンションタイプは安いから変えてくれないのかなって思う人もいるかもしれないけども、おじいのところではそれを皆さんに聞いたら、いや、マンションだけど変えてくれたよっていうね、結構たくさんいらっしゃったんで、ね、なので大丈夫でしょう。模様替えして、お湯がってね、いろんな人がいたけれども、ね、みんなほとんどマンションだったような気がします。はい、ウランケルさん、ニューの光の ONU のことでは、以前、いろいろとおじいの動画でお世話になりました。今回、こだわられたのは、在庫がなかった可能性があるので、諦めずに時期を見て、再度トライした方が良いですね。ってことだよね。はい。で、この、前回言った、このフランケルさんだったんだね。フランケルさん。ね。交換を交渉したら断られた、できませんって言われてね、断られた。じゃあメルカリで F660A を自分で 買って自分で交換するからいいよってね。で、購入した。いや、それ使えないよって説明してあげた。ガーンって話しちゃった。で、諦めるのってそこまでしてってね。で、痛い勉強代出したから、諦めるのってね、諦めるんだってって動画作ったんだよね。いろいろ視聴者さんがね、いろいろ書き換えてくれてね。で、で、また同じ人が出たらどうする。いやね、いや、そんな確率もない。同じ人が出たら、その時は外れを引いたと思って、また次トライすればいいじゃんって話したんだね。で、しぶしぶ重い腰を上げたらね、交換してくれましたつってね、あったよね。はい、そんなわけでね、ユーロは在庫の状況によりすごい嘘をつく。で、担当者がね、担当者によって、まあ、調整する場合もあるんだけれども、基本的に同じ時期にとか同じ日にやるんだったら電話とか同じ人が出ない。メールのサポートって、共通で、ヤフオクみたいに、だってサポート全体的で、で、どんどんやるから、みんな見てるんで、メールのやつっていうのは。電話の方が絶対に、その前回の人のやつが横に漏れないんだよね、本当ね。調べない限りね。なので、そのまんま、本当は電話だったら、2回チャレンジして、両方ともなったら、ちょっと今在庫ないんだな、つって、で、ちょっと1、2週間経ってからね、再トライすればいいっていう。確かね、最初の頃からそうだよね。在庫がないとは最初言われないけども、地域がとかって言われて、で、再度トライしても断られたから、在庫がないんじゃないのってことで、じゃあ1週間10日ぐらいしてやってみたら、したらすんなりね、通ったっていう、そういうのがあるんで、ね。だからね、まあ今、
あれなんだろうね、あのネタにも2回ぐらい取り上げたし、 F660P が登場したのが今年の1月とか2月とかそれぐらいなんだよまだね。でまだ F660P 自体が登場してまだ 3,4 ヶ月で、あのオーダーしてもほら今中国の方でね、あの作っても今ロックダウンしてるんで、新しい生産したくても工場が止まったままなんだよね、いろんな商品がね全体的に。でそういうのがあって、あの一括してポンって入ってきてるはずなんだけども、だんだんこの社会者だよね、あのこっそりと進化して交換している間に在庫が欲しくなってきてるかもしれない、ね。まあ、そういう関係でね、でいろんな情報を見るとネット上で F660P が、ね、出てるよっていう情報も結構出てるんで、まあ、それを見て交換チャレンジする人も結構いるからね、またまあ在庫の方もなくなってくるし、ね、ではないかなと思います。はい、そんなわけでね、2回このメールでチャレンジして、これね、翻訳翻訳さんみたいにこれね、チャットでダメで、で電話でダメでっていうね、あの違うサポートの仕方でチャレンジする、これが正解なんだよ。それでその時にダメだったらちょっとあの間を置いてやるっていう。だから翻訳翻訳者の場合はあのここで諦めちゃったんだね、この1あの1回でね、あのここまでめここまでめだったから、マンションはやってくれないんだって決めちゃったっていうね。そうやって言われたわけではないのに自分で決めちゃったっていう、自分で答えを編み出して決めちゃった、だから自分で作った、だからあの2回断られてるから、だからなんかあの諦める理由を自分で考えた。あ、じゃあマンションだからきっとやってくれないんだ、うん、そうだ、そうに違いない、じゃあもうダメだね、諦めよう、ちゃんちゃんってね、この中でザ・ジ・エンドってね、決めたので、翻訳翻訳者がね、でしょ。なので、もう 660P への交換は難しい気がするっていう、自分で考え出した、これがね。なので、来月でも再トライしてみましょうね、ここなんです。でね、おじいがね、おじいもこの動画でいろんな動画で言ってたと思うんだけど、あのコントロールパッドとかね、あれもね結構遅れてるんだよ、あの中国の方のロックダウン長引いてるんで。どれだっけな、おじいがさ、そうジランツウリシモ出た時に、おじいがこれね、これね、今年紹介したんだけど、今年だよね、これね。で、ジュランツも出るし、なんて言いながら、で、おじいは前もって、これ飛び込んできた案件じゃなくて、ここら辺のやつって全部、自分から、アピールしに行って、ね。で、いろんなコントローラーを、ちょっと、紹介したかったんで、今、キャンペーンやってますんですよね。コントローラーキャンペーンで、いろんなコントローラー紹介してるんだけど、もしよかったらね、手アップしませんかつって、声かけさせてもらって、で、あ、じゃあうちでも紹介してっていうところで、いっぱい紹介させてもらったっていう。で、その中で牛箱さんとすごい仲良くなったんで、牛箱さんとチャットがすごい盛り上がって、もう何日もずっと、で、ここがこうなんだけどとか、ああ、情報ありがとうとか、いろいろやって仲良くなって。で、牛箱さんが、ジュランツー出た時に、これ在庫売りだ、これどうしちゃったのって言ったら、いや、在庫ないんでしょ。なんでジュランツー発売し、いや、それ知りませんでした。レースゲーム興味ないんで。これもさ、これね、この、マクロ登録するね、この普通の、これの速いやつ、これね。で、これだとレースゲームに向かないから、で、自分レースゲームばっかしかやらないから、エキスボックスみたいな、こういうのがあってね、チャットでずっと言ったのよ。こういうのでね、欲しいんだって、じゃあ、そっちの方ね、ちょっと待ってて、1ヶ月ぐらい待っててって言って、で、そしたら、これ新発売してくれたんだね。ほんとこれね、売ってなくて、他の業者とかあんまり、ね。で、360の時は、ここがおかしいやつとかあったんだけど、これね、ほんと、今度見せてあげるよ。Xbox 360のやつで、もっと一回りでっかくて、で、ここがね、すごい使い物にならないやつがあるんだよ。行かないかで、ウィアってことになるやつで、何個かあるんだけど、全部同じなんだよ。中華門の Xbox もどきのやつは。みんな、ここがダメなんだよ。ね。で、これね、すごい Xbox そのまんまじゃんみたいな感じで、やったらうるさな使い方が良くて、うわ、初めてだよ、こんな使いやすい、ここの部分のやつって。
で値段も安いでしょ、すごく。あれお気に召していただけましたから、いや気に入ったよこれって予備であと3個欲しいぐらいだけど、いやこれいいよってで喜んでたんだよね。そしたらもうこれ売り切れちゃって、でいやなんですぐ補充しないのって言ったらね、いや工場がしていや前もってたくさんお出ししなきゃダメじゃん、ジュランス発売でビッグタイトルだったら、そうだったんですか、いや知りませんでしたなんでレースゲーム興味ないから、おじいがレースゲーム言うと、ふーんとか、いや、ハンドル売れるから安いの用意しませんか、クラチ式のやつって、誰かが悪い、ただおじいの V900 のクラチ式版があって言って、でああいうのも送って、今、この値段で売ってる業者がこんだけあるから、扱いませんかって、絶対売る自信あるんだけどって言ったんだけど、レースゲームに興味ねえ担当者さんなんで、ね、でこれがね、5月、ね、4月の上旬から中旬にかけて、新しいものがってね言ってたんだけども、結局なんかじれ込みじれ込みで、どうなってますかってもね、工場の方が長引いてるからね、どうも出てこない。これみんな欲しい人いるでしょう、ね、プレステ5のコントローラーだとっていろいろ言ってる人がいるけれども、ここがねなんて言ってるけど、そりゃそうだよ、プレステ4の純正品なんてだって付け物にならないんだけどさ、もうどっか行っちゃったけど、純正品。純正品これな、あ、そうそう、純正品がほら、これじゃアクセルブレーキなんかできるわけないじゃん、こんなので。ね、で、プレッシャー5のやつが、ちょっとこれもどきになってるからね、パッとゲーなんて言ったけど、いや、プレッシャー4でもこれ使えば全然、調子がいいからですね。でも、ジュランツの場合は、プログラムがダメだから、お話にならないっていうね。まあ、そんだけの話。これね、絶対いっぱい売れるんだよ。ほんとタイミング逃してる。ジュランツ発売前ぐらいドカッと入れてれば、絶対にこれね、5000本は売れたんじゃないかな、多分。ね、もったいないね、ほんと。プレステ4版結構売れてるはずだから。ね、おじいはもう、だってこれじゃないとできないもん。ね、でおじいもだからジュランツにも備えて他のレースゲームももうねやりたかったから、いやこれずっと欲しいなと思って、でどこも扱ってないからね、こういうのありませんかねって言ったら、牛箱さんがいろんなものをねいろんなもの扱ってるから、そしたらこれ扱ってくれたんだよ、分かりました待っててくださいってね。なるほど、それは戦う用なんで私レースゲームには向かないですねってね、1ヶ月ぐらい待ってるから、1ヶ月待ったらね、お待ちさまでした。いや、いいショップさんでしょ、本当、ね、まあ、そんなわけでね、こっちもね、本当、在庫がガチ切れしてると、ね、どうだろうね、いつ頃入ってくるか、ね、ただ本当、在庫次第だと思うよ、これね。ただね、タイミングなんだよね。本当タイミングなんだよ。で来月でもサイトライしてみようかなと思った時に、ちょうど入荷してさばけちゃった直後にまたタイミングが悪いかもしれないし、で今日だって21日だから、まあ通常だったら1週間10日ぐらいあれなんだけど、どうだろうね、船便が 2,3 週間かかるでしょ。ここでね、飛行機で来れば早いんだけど、大体どうして来るかな、大体来るときは飛行機で来るパターンも多いと思うけどな、どうだろうな。でもこういう大きいとこだからさ、そういうの来んじゃん、価値が半端ないと思うから、多分船便でゆっくり来るかもしれない。いやでも船便だとすげえ時間かかるからな、ほんと最短で来ても1ヶ月以上かかるからね、ほんとあれひどいって2ヶ月くらいかかるからね、それはないか、やっぱ、ね、そんな感じで、まあちょっと立ってみたら、でこんなお話をしていたらね、あ今日交換できましたって書き込みが来るかもしれないよ、もしかしたら、ね、本当ねガチンコでこの亡くなってから断ってるのか、それとも在庫が少ないからちょっと調整に入ろうっつってね、これはちょっと抑えてこっち側出してみたいな指示が入ってるかもしれないし、まあ何とも言えないんだけどもね、本当。
まあ、チャレンジの仕方次第だと思うけどね。ただ本当一個だけおじいからのアドバイスとしては、余計なことを言わない。これ粘る時もその余計なことは言わない。であと先方さんに選択肢を持たせる。これがもう基本だからね。本当ね、あの66 P に交換してで交換してくれる人もいるんだけれども、いるんだけれども、基本的にはあのお客さんがこれにしてほしいって指定したものに交換するっていうのはあの無理なんで。で、ところがの場合ね、ちゃんと AX 対応 NU の交換を希望と伝えたからね、 660P とはあの書かないで怒ったと思うけど、いやこういう対応も来るんだよねこれね、うん、まあそんなわけで、まあ、でもこれも面白いよね本当。お客様も会社が置かれた局社側の機材に合わせてネットワークを設計し、それ以上のお客様にお送りする機器を決めております。で、あの遅い田舎とかだと遅いやつとかね、早いやつとか、まあいろいろあると思うんだけど、新型旧型ねあるとは思うんだけれども、それも確かにあるとは思うんだけれども、でもそれとこれとは別だよね。だって新しいものってさらに新しいものが追加されたもんだから、あの広報互換というか古いものは全部使えるわけだからね。だからね、本当これね言ってることがおかしいんだよね。でしかも F660A と 660P の違いって、あのただこの Wi-Fi だけだからね。 USB の機能が撤廃されて、で Wi-Fi が速くなっただけの違いなんで、お客様の会社が置かれて国社側の機材に合わせてって、この F660A と F660P の仕様は同じなんだよね、ほとんど。だから相性が悪いとかそういったものはないので、結局だからあのサポートが対応してるのが強調してるのが AX 対応の ONU、 これにも AX 対応になってこう書いてあるから、この AX 対応は却下ってこう言われてるんだね。これがねそういうことなんだよね結局ねやばいな。でもね昔からだよ、ニューロのサポートはねパターンがいくつかある。まあどの道間はね、あの1、2ヶ月以内には絶対にあのあれだけ苦労したのは何だったんだっていうぐらいすんなりとパンって交換してくる時が必ずやってくるんだけど、まあ、それが早いか遅いかだけの話だよね結局ね。他にもあのチャレンジした方がいたらいっぱい書き込んでね、あの多くの方の参考になるんで、一例でも多い方がいいし、一人でも多くのね皆さんの意見があった方がやっぱこれから交換する以上参考になるしね。おじいもだってね、ちょっとしばらく前に F660P が最強ですねってふーんって感じで、でおじいもすぐに行動を移さなかったからね、その時ねふーんって感じで、でもあの考えたんだよ、おじいのせっかく組んだのはあの Wi-Fi6 ね、アメリカ使いたいなーって、やっぱマジャボ選ぶ時も一緒に決めたし、で iPhone がね SE 第2世代があの Wi-Fi6 対応するって最近知ったんだよね。本当ね、対応してんじゃんこれってでなんか嬉しくなっちゃってね、やっぱこれからそうだよね。あのゲーム機を買っても何にしても、まあ、ゲーム機買うかな、もうパソコンでマイクロソフトのゲーム買えばいいし、フォルツァシリーズはね、うん、もう手に入らないじゃん、あのもうにあのマイクロソフトジャパンやる気ないし、ね、はい、Xbox の機械は買わないと思うし、でプレイステーションももう新しいの、あもうというかもう5出てるんだかね、5買わないと思う、うん、5でないと遊べないっていうタイトルないでしょ、ジュランツ以外何もないじゃん結局ね。で VR も興味があるけれども、あの VR2 は欲しいと思うけど、まあパソコンで使えると思うけどね、パソコンの方でやっぱアセットコレサとかさ、ああいうので VR を使ってやりたいんで、今
HP のやつ、HP のやつだか、ね、何のやつだか、今8万いくらぐらいで売ってるよね。あれ買えばそのまんまアシットコルサー、ね、VR でできるのかなと思って、うわ、欲しいなと思うけどね。でもダイレクトドライブも欲しいような気もするしね、どっちも同じ値段なんだね、ほんとね。だ片方モーターだけで安いので8万でしょ。おじいに今ないものを知ったら、シェルフステアが当たるターンターンっていうダイレクトドライブだけだから、まあ体験してないっていうとそれだけだからね。あれいくらかかるんだよ、モーター買って、でこのハンドルのこの部分買って、でシフト買って、サイドブレーキ買って、いくらかかるんだよ。あの椅子はあのこれは買わないよ絶対に、あれ邪魔なだけだからね。あのベンチシェアで十分だからね、シェアの横にくつければ十分だからね。あれは買わないな、あれはもったいないだけだな。あのテーブル、普通のテーブルで上等だよ、動かない、ね、あの4本足じゃなくてもおじが使ってるあのニトリのやつがいいね、やっぱね。でニトリで買ったやつで、あの食卓テーブルってほら隅っこに4本足があるじゃん、あれ結構ね邪魔になるんだよ。でおじいが買ったのはこうテーブルのさ、こう上から見たテーブルがあって、この真ん中に こういうこれぐらい太いこうやってね、それが理想的だったんだよ。ていうかここの前のこの足がないっていうのがすごい理想的な状態だったんだよね。ちょっと高かったけど3万9000円ぐらいしたんだよ、ね、1キュッパ、2キュッパ、3キュッパ、4キュッパとかずっとあの1万円ごとにグレードがあったんだよね。でいろいろ見てたんだけど、ここが当たるところがそれまで使ってたやつは角になってて、ここがいつもすごい跡がついてずっと痛かったんだよ。だから丸く削ってあるやつが3キュッパであったんで気に入って買ったんだけど、でニトリで買った後にあのヤフオクとかね、あのそういうとこ見ると半値ぐらいで売ってんじゃん。と思って、まあでもニトリで買ったから、まあ、多少材料が多少いいでしょ、これこっちで売ってるよりはって勝手に自分でそう言い聞かせてるけどね、いいに決まってる、うん、いいでやろうって感じでね、うん、いいに決まってんじゃんって。さてな、でも見た目がそっくりで、本当写真もそっくりで、いやー同じようなもんでしっかりとね、写真もしっかりと丈夫でって、って半年ぐらいで変えたんだ、っておじいとしたことがつってね、当時は結構悔やんだんだけど、ね、でも思いっきり失敗したのは、あのこのテーブルと一緒に買った椅子があって、あのこういうチェアなんだけど、ベンチチェアなんだけど、座布団が置ける大きさで、甲がねどれぐらいかな、このベンチがね多分2、30センチぐらいしかないと思うけど、45センチぐらいあったんかな、あの座布団がそのまま置ける広さがあって、でこの字型でこういう補強が一切ないやつで、でレーザーのやつだったんだよ。1万何千円だったかな、1万5000円ぐらいだったかな。ですげえ高いなと思って、でもすごいふかふかして気持ちよくて、で長いからこうやって寝れるんだよね、あーつって、うわいいなーつって、ニトリで3時間ぐらい悩んで、どうしようどうしよう、高いなーって言いながらね、店員が定期的に言うんだよね、いやこちらおすすめですよってね、もうずっとあるわけではないので、いやこれご縁かもしれませんよってはね、いやもうお気に召すまでもう座ったり転がったり試してくださいなんてね、これこのデザイン、ね、なかなかこのデザインで他みんなこうなっちゃうけど、このデザインがねなかなかないんですよ、でうーんって言いながらね、で今注文するとこれいつかになってね、ああこれ1週間ぐらいでね、お届けしますって、あそうなんだ、うわーなんて言いながらね、で買ったんだよ。で買ったらね、ちょうど1年ちょっとぐらいした時にレーザーがもみのりがだん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 ひどくなって、ベーマベーってなっちゃって、すごい状態、もうもみのりがすごいんだよね。破れはしないんだけど、みんなもみのりでブルブルブル、すっごいもう
もみのりだらけになって、で、あの、自分とか口下がもう、もみのり口しちゃうんだよね。で、もう、して、で、電話したんだよ。すいません。これ、もうもみのりひどいんで、これ、釜の修理とかやってもらえますかとかね、購入日調べましてね。で、あ、オッケー。ちょうど保証がちょうど切れちゃった後なんで、優勝修理になります。優勝修理っていくらかって、新品買うのとそれは確かないで、時間もかかって、送ったりなんだかんだ、送料もかかって、で、修理代がかかって、高くつくじゃん。うん、同じものがありますかって、もうないです。売ってないです。ガーン。で、すごい短期間でそんな高い石買っちゃってもったいなかったなっていう。おじいそれどうしたかっていうと、もみどりで修理できないって聞いて、自分で何か考えればよかったんだけど、その時ってあんまりもう直してもめんどくさいからね、もう全部もうハンマーでもうパンパンって解体して捨てちゃったんだよ。中の木は結構丈夫だったんだよね。今考えるとね、もったいないなと思ったんだけど、でもそれがあったから、ヤフーショッピングかなんかでこのベンチチェア買ったんだよね、長いやつっつってね。で、長いベンチチェア買って、これがもうベストなんだよ、ね、木だからお尻ちょっと痛くはなるんだけど、でも何をこぼしてもこう綺麗に掃除ができるしね。で、もみのりの時は冬暑かったんだよ。どうしようも、冬は暖かいんだけど夏暑かったんだよ。もうお尻が汗だらけになって、で、これの場合っていうのは夏そのまんまでいいし、ちょっと硬いなっていうぐらいだけど、冬は寒い時は座布団乗っければいいわけでね、ほんと全然こと足りちゃうからさ、ほら、ああやってね、ずれない両面テープでくっつけてあるからさ、全然こと足りちゃうからね。まだこういうのもね、タイミングなんだよ。本当に何かいいものを見つける時もタイミング、修理できないのもタイミング、でもそのおかげで別のいいものと巡り合った、これもタイミングね。いろんなタイミングってあるもんなんだよ。だおじいのチャンネルを知ってね、でそのタイミングで俺の言うの交換がね、あ、やってくれるんだですよね。できた方もいるしね、タイミングが悪いと在庫がなくて交換してもらえないとか、全部タイミングなんだよこれってね。そんなわけで、そのタイミングをどうやって突破しようかなっていうのがまた人生面白いわけだよ、いろいろね。焦らずに気長にね、頑張りましょう。お湯の有効感はね、はい、終わりだと思います。じゃあね、バイバーイ。